さあそれじゃあマリオの続きやっていきましょう。さあというわけで、じゃあ今回も武者修行の続きをやっていこうかなと思うんですが、これは難易度を変えて初めからチャレンジすることはできると。うん、なるほど、よし。じゃあどこまでマリオチャレンジの難しいの続きやっていきましょう。残り人数は11人。お、じゃあチャレンジ。さあ、Welcome to Mario Maker 2。 お、さあ、マリオメーカーの、なにこれ。お、え、お、なんだって、まさかのビルダーマリオが使える。これって 3D ワールドで普通にいたキャラクターなの？マリオメーカーならでは。うん、ういてぇ鼻がめっちゃなんかピンポイントで鼻噛まれましたけど。お、すごい。来るのか来ないのか。あ、おー、なるほど。お、面白いからの、あ、消えた。ブロックも破壊できる。ただちょっと攻撃すると動きが鈍くなると、そういうことかな。おう、あ、おお、しまった、そういうすごく大事なものがなくなってしまうのでは。うん、 I got stuck。 積んだ、ああ確かに下手すると積んでしまうわけか。うん、ちょっと戻りましょう。で、上の方に行ってみたい。これ一応難しいランクに入ってるということだから、これどうなんでしょう。あ、でもまあまあ届くからいいけど、何もないだろうか。おっと、あ、これジャンプした後になんか意外と届かないですね。おお、マリオがちょっと滑ってダメだった。よっ、ほっ、よし、お、いいね。さ、それからの、お、うん、どっちを犠牲にするかみたいな感じかな。よっ、よし、まあ取れないからいいや。お、え、どういうこと。下の方を破壊することはできない。上に向いて攻撃することもできない。どういうこと。お、ナイス。何かを使わないとこの土管に入れない的な感じでしょうか。ん、矢印が4方向にあって Y と書かれてる。お、え、どういうこと。上プラス Y でブロックが出てきた。このビルダーマリオならではの能力ってこと。おお、すごい。というかこんなマリオいたんだね、普通に。お、天井とか壁に当たるとダメっぽいけど、ヒットすれば OK って感じかな。お、待って、そういえばしゃがみジャンプっていうのは高さ変わらないか。うん、何か変わったりするかな。うん、オッケー。うん、さっきのあれか、矢印の方向だけじゃなくて上の方にコインがこう記されていたから、そういうことだったのか。 あれ何個でも出せるから、これを使って、お、5個までか、なるほど。これを持って中に投げ込めば取れない意外。じゃあ5個乗せればいけ、あ、持つのがなかなか大変です。よし、あら、なかなか操作が難しい。うん、しっかり近寄って押しっぱなしじゃないとダメっぽいな。 OK と言っとるのになかなかできないっていう。あ、投げた瞬間はまだ掴めないってことか。おーっと、しまった。これは
入れないよね。うん、こうなっちゃうか。もう一個。あれ、なんかちょっと、まあしょうがない。さあ地道にやって、ちゃんとコインをいただいて人数増やしていきましょう。やった、できた。でもちょっと登れるかな。あー、掴んじゃう。置けるか、置けるか。やった、いけた。よーし、頑張っ。あるある。お、ゴールポールの上に何か不思議なマークがある。お、オッケー。おっとっと、お、ナイスかな。お、うん、あ、ワープボックス的なやつかな。うん、破壊できる。あ、これ赤の方から行けっていう、そういう雰囲気だった、もしかして。わあ、やっちゃったかも。うん、ここも箱を使って、うん、箱の出すのがちょっと難しい。なんかちゃんと正確に止まってないといけないみたいな。さあ、カモン。よし。でもこれドッスンやっつけちゃうとちょっとまずいというパターンも考えられなくもない。あ、時間がないな。あ、アイテムのあるとこには投げられない。一応確かめておきたいんだけど、何もない。これはつけちゃっていいね。うん、やっつけていいのかな。あ、やっつけられない。入れ、入れることができない。あ、あー、しまった、画面見てなかった。またやってしまった。よし、早速ね、めちゃくちゃ怒られてますからね。真面目にやれって、真面目にやってるのにって思ったんだけど、もっと真面目にやれって怒られたので、じゃあ赤い方行こうかな。あ、なるほど。これはどうなる、ちょっとよくわからない。さあ入れて、おお、なるほど。でいただいて、これをあいつにぶつければいけると。よし、一個だけか。オッケー。さあ、そしてこれは P を押してどうなる。あそこまで行かせる必要がある。うん、結構箱をうまく置くのが難しくて、しかも置いた箱をすぐ持つのがまた難しいっていう。もっと、うーん、なかなか。 OK、 これでいいよね。よし、さあ、あのブロックの中には何かが入ってるに違いないと。よし、ちゃんと画面見た。お、さあ、鍵ゲット。どこに入ろうかな。お、上の方に何かあるっぽいよ。どうやったらいけるだろう。よし、ここに入りたい気もするけど、あえて戻るというのも悪くはないよね。おっと、じゃあもらっておこうかな。オッケー、邪魔。お、あ、繋がっただけか。じゃあ、いっかな。えい。うん。で、戻る。あー、そういうこと？え、これでいいのかな？うん。で、戻ってきて、こっちかな？お、パウブロック、硬っ！まさかの、なんか上から来ない。うん、戻ってくるところかな。お、
うん。これは叩いてみましょうか。お、あ、ちょっと待って、どうなるのこれ。放っておいてどうなるか。おお、やっつけちゃっていいのかな。これを押していくことによって使えるようになるとか。いやでも三角ジャンプでいけそうだし。さあ普通にやっつけてしまうかなの。お、なるほどね。オッケー、この辺は結構普通にいけそうな感じかな。よっ、よし、オッケー。うん、なんかちょっと警戒していろんなこう安全策を取ろうとしてるけど、あんまり考えなくてもよかったかな。あれでもここは持っていった方がいいよね。さあドッスーンはパウブロックでやっつけられるのかな。上は戻ってくるルートか。よっ、これ、お、あ、なんだ、コインくれるとかいい人じゃん。で、これやっつけちゃう、いいのかな。あ、パウ、お、お、なんだって。お、さあもらって戻って、おーっと、あー、そういうこと。オッケー、あいつはなんでパウの効果でやっつけられてないんだ。まあいっか。これさ、向こう行ったらどうなります。これ大丈夫か。あ、大丈夫っぽい。じゃあ下行きたい。わーい、からの、お、そういうこと。え、ちょっと、え、いけるんかこれ。あ、よかった、下の方だ。向いてる視線がそういうことなのかな。うん、そうだね、ドッスンが向いてるというか目線の方を考えれば。おー、余裕じゃん、すげえな。オッケー、ワニ色、よし。さあそうしてここか。おー、なるほど。すっげえ時間かかっちゃったけど、うん。さあビルダーマリオを使ったプレイ。へえ、 3D ワールド結構いろんなマリオが。あ、そういえばさ、あの初代のキノコでいろんなキャラクターの姿になれるってやつはなくなっちゃったのかな。なんか作るモードでちょっと調べようかなと思ったんだけど、いまいちわからなかったんだけど、まだあるのかないのかちょっと知りたいので、その辺詳しい方教えてくださいというわけで。さあ11分もかかったこれは。まあしょうがないか。はい、じゃあ次。さあ無事にクリアはできたけど、ちょっとプレイのなんていうかテンポが悪いよね。そういえばなんかテンポとかも怒られたな。余計なこと言ってないで早く行けみたいな。もうキッズにはめっちゃ怒られてるからね。おお、じゃあ時間がない。これは俺に対するなんか早く行けっていうやつ。お、何これ、壁キック。あ、あ、壁キック、やっぱりなんかちょっと感覚が。でもこれはニューの方だしな。お、え、跳ね返って行けってこと。え、できんのこれ。いけなくもないけどみたいな。よっ、いけた一応。懐かしいこのなんかくるりんジャンプ、やったー。中間ポイント一歩間違えかばえば終わりだけど。え、どういうことこれ。入りたい。お、お、いけちゃう可能性はないか。うん、さすがに無理か。途中で落ちたらそこから戻ってきてねとか、そういうことか。うん、あ、待った画面見てなかった。下はダメだよね。途中まで行って最後のコインが取れるあたりで三角ジャンプ、壁キック。うん、よっ、おーっと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 、できなかった。これはもうなんかちょっと助走的に。あ、いけた、よかった。この先か。あ、しまった、台風のことか。画面見てないっていうよりかは。うん、オッケー、じゃあ頑張っていきましょう。さあすっかり時間が
なかったの忘れてた。音楽は結構焦らせるやつじゃないから忘れてましたが、よっ、なんか気になるんじゃないこれ。あ、何もない薬草を騙された。嘘、これはきついですよ。丁寧に行きましょうか。せっかく時間が増えたんだからね。もうそろそろなんか得体の知れない、あ、ゴールポストか。でもどうやって行くんだこれ。よくわかんない。これでいいのかな。オッケー。結果としてはマリオ増えた。うん、あ、15までしか増えないとかそういう可能性あるのかな。どうなんでしょう。よし、まあとりあえずクリアできたからいいかな。はい、なんて。日輪三三飛行船って書いてあった。お、さあ飛行船乗り込む。おお、ちゃんと雰囲気作ってる。ちょっといてて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 、ちょ、日輪三三の高速でそういう。ひどいわ。なるほど、日輪三三超高速飛行船、超がついてたか。やっぱスクロールの速度が上げられるってこうなるんじゃないかなって俺思ってましたよ。これ上の方に行きたいって、あー、うっそ、そういうことか。なるほどな、一発ネタ的な、自分だけは楽してクリアしよう的な。上の方に飛ぶから。お、やっぱりこういうネタはある。おなんだ、優しい。さあどうなるかな。飛ぶ、はいよ。あ、しまった、踏んじゃった。あー、まさかの。でもこれ太陽とかさ気にしてる場合じゃないと思うんですよね、個人的には。どうにかしてこれ船を渡り歩いていかないとみたいな、そういう感じじゃない。さあうまくスターが取れるかどうか。太陽、あー、太陽やっつけたいんだけど、これ、あ、いけた。あー、ジャンプ力足らんかったか。見た目は高速なんだけどマリオは高速じゃないからジャンプ力足らないとか。ここ普通に難しいぞ。最初になんとか太陽やっつけてからのと、あー、ダメだ、あそこからジャンプが届かないのは結構きついな。俺はね、マリオ3の高速飛行船だかなんだかステージで、高速じゃない飛行船ステージでマリオ99人を失ったことがあるので、多分このコースクリアできないんじゃないかなと思うんだけど。さあ、私の苦手とする高速スクロールステージ、これはかなりきつい。もう言うことがない。最初にでもスター取らないときついしな。よし、取れた。最初がもう命がけだから。よっ、さあここ登って、ここ登って、うわー、よっ、よかった、いけた。からの踏んで、これ結構なんか踏む瞬間が厳しい。乗れた、ほっ、ほい、あー、乗ら、やっぱダメか。あれ踏んで上に飛べないとダメだなと思ったんだけど、狙い通りではあったけど踏めないっていう。もしかしたら、いやでもどうなんだろう、あの葉っぱマリオにならない方がいいのかな。踏んだ瞬間にジャンプボタンを押してもちょっと間に合わない感じなんだよね。個人的にはそれちょっとかなり困る仕様なんですが、あー、
高速スクロールがすごく難しい。ここで冷静に乗って、おもう全然飛べればいいのかな。あーまずい。おーここほっ、やったいけたからの、ここがいければ、助けて、もう一回いけたか。いや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 、どうぞ、危ない、セーフ。あ、やっぱそういうの出てくるんだ。太陽さんさんつったってどうなんの。あれ下に来るわけじゃないのか。さあ、うっかり騙されましたが、よし、さあ、おおオッケー、下がった。高速スクロールじゃなければねみたいな。おナイス。でも3人までしか増えないんだよね、しょうがない。いやー、ここはかなり悪いコース、ゾビーと悪いコースは分かるけど、ゾビーってなんだ、あのキャラクターのはよく分かんないけど、こういうのもちゃんと作れるんですね。なんていうか、スタンプというか絵が描けるのかな。うん、きつかったです、確かめっちゃきつかった。これ高速スクロールってやっぱりきついよね。それであのマリオが前に行けないうちに障害物があるとかなり焦らせるっていうか、焦っちゃう。まあなんとかクリアできたからよかったけど、最初スターがない状態で太陽が来てたらどうなってたんでしょうね。これはかなりきついコースでしたがな、クリアできたからいいでしょう。 OK、 さあ8コースクリアできて、次は9コース目かな。さあクレイジークロール、どういう、わーっと、何これ、クレイジーっていうか、上下反転とかできたの。おお、これの場合上入れればいいのかな、下上、なんで今のドスーンって音。うん、入れる。さあ上入力で入って、あれ、なるほど。これ何これ何今毒沼みたいなやつ。おお、すごくなんか面白い。これだったらなんか上下ミラーが作れるね。なんかそういうの妄想してたけど、意外と、あ、なんか後ろ側から来たぞ。あ、今左右の操作ミスった。しまった、今のは好奇心猫を殺すというか俺を殺す。うん、左右っていうか上下が反転してるとこまではいいんだけど、何か降ってきてたよ。離れないとダメか。あ、敵だ。あれが出てくるってことか。向こうまでこれは届くかな。行けそうではあるが。さあ、ここ。あ、これ。ダメっぽい？ダメっぽい？いや、ギリギリ行けたっぽい。あと、浮く。そういうのあるんだ。これは結構面白そう。もうほとんどこのゲームなんかゲームエンジンっていうか物理。何？これもしかして浮けるの？期待してるよ。へえ、すごい。いやいや、そうはならんやろ。みたいな感じだけど。あー、嘘。クッパ出てくるとこなの。戻ろう。おお。かける言葉が見当たらないっていうか、これ脱げるんでしょうか。あ、脱げる、なるほど。といけるからの、あれ脱がなきゃダメですか。しょうがないな。と何もないね。じゃあ命をかけて上に行くしかないのか。どうなんだろう。右、お、あー、まずい。これはクッパが一体ぐらいかな。上でか、ちょっと待って、どうなんだあれ、かわいそうなことになる、ならないよね多分。
ならんよな。さあこのおおおどうなんの。なんか上からくそ逃げよう。おさあそしてまずい。これは一体だけか。一個ゲットしたけどもう一体どうなる。踏めなかった。くそー今のはブンブン踏みたかったな。さあここから割と普通になんかジャンプでいけそうな感はあるから行っちゃうとか。でもノコノコのカノンのなんだろうこれ武器は欲しいんだけど、これでやっぱりやっつけに行くべきなのかな。どうにかなるんでしょうか。正直かなり難しい感じはしますけど。うん、下なんか下に何かありそうな感じがするけど大丈夫かこれ。あれやっつけられない。あいけた、よかった。待てよ、カノンさんがここに入っていくと何かがある可能性が。行かないんだ、なんだ、がっかり。何もないね。多分だけど。じゃあいいでしょう。やばい、ここに何か。なんか書いてあったっけ。ちょっと覚えてないけど、これでしばらく無敵になれるのかな。どうなんでしょう。さあここなんとかここ頑張りたい。あっと危ない。よっ、おーっと足早くなった。危ねえ。もう何もならないっていう。さあ入る時は画面で言うと下。オッケー。おお、クレイジー、やっと中間ポイント。このあそこに行けとブンブンさんが教えてくれるからの。だったら最初からなんかこのジャンプでこっち来ちゃったらよかったんじゃないの。いやお、リアリー、マジかよ。ってことはドアの選択をミスるとあそこに行くってことか。さあそしてさっきいたよね、でかいブンブンさんをやっつけましょう。よし、結構判定が強くなって嬉しい。オッケー。さあこれここに入っていいものか。俺は今騙されてる気がするんだよ。他に使えるところあったかな。行くしかないか。そっかさっきはあそこ普通になんかあの鍵のついた扉じゃないから関係なかった、画面見てなかった。じゃあ手前側。おさあ反転して、さあどうなるんでしょう。信じてるぜ。おさあここまではなんとかいい感じだが、よし、さあ入りましょう。どうなる。おさあ手前か奥か。これはひどいな。行くしかないけど、何かヒントはないんでしょうか。ないよな。
ブロックが用意されてるとか、そういうヒントもないっぽいから。行きましょう。あー、終わったマジかよ。俺ぞクソゲーですよね。あー、悔しい。うん、まあいいでしょう。こういうところで2分の1を引けないとみたいなね、そういうとこあるよね。あ、ここからか。ちょっときついな。下どうなってたっけな。行くしかないのか。よっ。上下反転自体はそんなにひどいことでもないけど、絶対どんなプレイヤーでもね、ここに入ったらアウトみたいなの言われたら、とても難しいマリオとかになってそれが出てきたらかなり厄介ですよね。さっというわけで、じゃあ奥側。お、え、大丈夫か？本当に？おー、いけた。うん。ここでワンナップくれないっていう、何か方法があったかもしれないけど、あ、そっか、ここまで甲羅を維持できれば届くってことか。なるほど。うん。さあ、上下反転した、どうやってこれは指定できるんだろう。うん、 OK、 まあいいでしょう。 Cool level but trap door sucks。 どういう意味だかわかんないけど、まあトラップドアはクソだよねっていうのはわかる一発ネタってそういうこと。うん、まあいっか。あれさえなければ結構スタンダードでかなりクールって感じだったんだけど、何かヒントないのかな。タイトルにもヒントは書かれてないし、うん、まあそんなものかな。あ、そっか、あの詳しく見るみたいので、何かヒントが書かれててもこのどこまでもマリオで出てくるとそうはいかなくなっちゃうっていうデメリットあるわけか。あー、なるほどな。さ、というわけで、あの概要欄に書いとけば分かってくれるだろうっていうのは、どこまでもマリオチャレンジには通用しないと。うん、なるほど。さあ、ボンバーズトイキャッスル。おお、待ってください。わあ、なんか出てくるっぽい。危ない、セーフ。お、木箱を投げつければ。あ、なるほど、あれを踏んで先に進ませろ的な。あ、違う、踏んで投げればいいのか。 3D ワールドの、あれ、さあどうしたものか。ヘップドロップいく、失敗するっていうおおおお、いかないっていう。え、判定でっか。ちょ厳しくない。うん、ギリギリまで引きつけてから、あれあ、やっつけちゃった。滑らないように。あら、ちょっとヒップドロップが、よし、こんな感じか。なかなか、ダメだ。あれ、滑ったぞ、滑ったっていうか、なんか踏めなかったぞ。どういうことだ。行き過ぎか、もうちょっと手前で。うん、なかなか難しいぞ。よし、ようやくいける。すごい大変だった。よし、からの、わっとっとっと、乗せろってこと、乗せろってこと。じゃあこの木箱は何だったんだ。あ、どっちにも行かせる可能性があるぞ。どうしよう。あ、オンオフスイッチ持って投げるってことはできないですか。うん、踏んだ瞬間にあのヒップドロップできないかなと思ってるんだけど、ちょっとできないっぽい。うん、よし、これは自分でいけるのかな。よし、 OK、 これは一応こう切り替えて、お、
反転していくわけだ。よし、ふん、もうお前は用なしだ。これで自分で食らうっていうね、そういうパターン。ああ、まだまだあったんだ、これ。くそー。なるほど、どうすればいいのかな。結構厳しくない？自分で上から行ってってことか。あ、なかなか難しいぞ。なんか、そっか、感性が残って、ちょっと待って、爆発の持続範囲って長くない？さ、この木箱が何をするのか俺には分からないんですけど、あ、木箱を使って止めるストッパーの役割か、これ。ここにこうやって置いておけってことだね。おお、なるほど、それっぽい。さ、入って、で、ここ。よし。キノコは大切に取っておきましょう。ここがちょっとわからん。何かの方法でこれ、でもちょっとわからんですけど、どうなんだ、合ってるのか。ああ、開いたっぽい。あーばー鍵ゲット。じゃあ入っちゃいましょう。お、中間ポイントに来て、そしてここにあるこの扉は何。お、さあ叩く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 、そして戻る。なるほど、時間で消えないうちに。あれ、そうじゃなかった。いけ、あの判定出てくるんだ、だから早えって。お、だんだんずれていくわけではない。え、自分で世話するのこれあ、しまった。あ、今のはちょっと油断。さあ、今のうっかりミスは結構痛いな。もう戻れないからの、これを起動した上に一旦上の方に戻って、なんとかヒップドロップ以外でなんかこうできないかな。スピンジャンプがないから。あ、いけなくはないか。さあ、一応せ、あーぶねー、今のは一瞬ちょっとアウトかなと。さあ、九死に一生を得たところで、あれ、普通に走っていった方がいいから。よっ、よし。あら、なるほど、これはずっと見ていていいものかな。そんなことはないのかな。これをじっくり見ておくことによって何かあったりなかったり、まあちょっとわからないから行くか。どういうこと？これって、あー、なるほど。あ、しまった、透明度感見てなかったさあ、行くぞ。ダメだった、ぶつかってしまった。
逆だな。先にこっちをやってから右の方を落とす。おお、どうなる？ギリいけない。あれ、なんかちょっといい感じになったんじゃない。ああ、ちょうどハマる。おお、ラッキー。入ります。あー、危ない。助かった。どっちからも来るパターンか、これ。よっ、出てく。これは結構大変だな。なんとこれちゃんと、うわー、これはチャンス。え、嘘こっちでなんとか、これでなんとかならんかな。ダメだ、どうしよう、きついぞ。あ、失敗した。どんどん真ん中ばっかり掘り下げられてしまう。こんな感じか。時間が許されるでしょうか。あ、踏んじゃった。くそー。わお。あー、やっちゃった。しょうがない。おお、ふぃー、届かないっていう。あ、あれ、これむしろなんか、あれ、今更だけど真ん中にやらないとこれ危ないじゃないの。危ないっていうか、積んじゃうんじゃないの。いや違う、なんとか下に連れていかないといけないんだ。あれ、あら、これ結構やばい予感がしますよ。どこ目指すかがすごく重要か。うっつく、痛いけどしょうがない。あと1個壊れればなんとかなるか。うん、いけそうではあるけど、出現をキープできるか。よし、これを放っておいて、あら、なるほど、引っかからなければ早く降りてくるはず。よかった、いけそうだな。そういう仕掛け。おお、出てこないというか。お、なるほど、ファイヤーマリオでなんとかできそうな感じかな。よーし、俺は真ん中に行くぜ。空気読むぜ。コインは取らないぜ。あ、入れない。ちょっとどこだ、一番右か一番左か。必死。右右右、入れない入れない。どこだ、じゃあどこに行けばいいんだ。え、猫マリオ取ればいいのか、これもしかして。入れないじゃん、嘘。え、どういうこと。あ、ボール、これか。ああ、そういうこと。やべえ、なんとかクリアできたけど。今どれぐらい。あ、ようやく10コースクリアできた。うん、さ、だいぶ奇数減っちゃいましたけど、うん、今のコースでもかなりユニークでしたよね。なんていうか、ボム兵をうまく使っていかないといけなくて、なおかつ木箱、まあ木箱はまあ必須ではなかったんだけど、うまいことオンオフスイッチとかを使っていろんな方向にボム兵を連れていくと、うん、結構ああいうコースは好きかな。というわけで、まあだいぶマリオ減っちゃいましたね。どのあたりで減ったかな。あ、やっぱり高速飛行船か。難しさで言えばあそこはダントツで難しかった。あと今回上下反転したコースがあったけど、ああいうところも結構好きかな。まあ
見た目は結構辛くなるんだけど、割と操作感覚は変わらないからいい感じでしたよね。ただあのトラップドアだけは許さない。さあ、というわけで、じゃあ今回はこんな感じかな。ちょっと時間かかるようなプレイばっかりで申し訳ないんですけど、しかもさ、時間かけてなんかゆっくりいろんなことやってる割にはダメみたいな、そういうパターンが多いから非常に申し訳ないんですが、それが私のプレイですので、その辺ご了承ください。というわけで、さあ今回はここまでにしておきましょう。ではまた次回よろしくお願いします。